ねちゃんもね。やっぱりトウヤさんは私の探していた運命の人に違いない。最高のコスエッチライフを一緒に満喫したいな。本物を経験していろいろ目覚めてもらわないと。はい、これ。赤い紐ってどんな意味？アカネの赤です。もっと濃い変態になれますよ。じゃなくて色の意味は？もう暗いし着替え持ってきますから。止まるの？トウヤ君、管理人として言っておかなきゃいけないことがある。あら、シンパじゃない？夏美さん。私灰色なのよ。ご近所に同行の死がいるなんて。これと色違いなのに、なんで同行の死なんだ？あの、夏美さん、これからどこに？いい、いい、トウヤ君。もう暗いし、アパートで話すのもご近所迷惑でしょ。管理人としては、みんなに快適な暮らしを提供したいのよ。これから二人っきりになれる場所で楽しくお話ししたいのに。どうでもいいけど、ほどいてくれませんか？こんなことしなくても逃げませんから。管理人としてではなく、同行の主として仲良くしてほしいな。ね、トウヤ君。アカネちゃんがくれた朱色のシンパと夏美さんの藍色、色違いなのに、なんで同行の死なんだ？はーい、着きましたよ。人里離れたところにこんなものが。で、ここでお話しすることについてですが。あのお部屋から出て行って。お部屋で騒がれると迷惑なのよ。もう騒ぎませんから。じゃあ交換条件といきましょう。トウヤ君が私のペット兼愛人になるの。夏美さん、指輪してるじゃないですか。お部屋もですけど、シンパの色違いについてですね。この指輪はダミーなの。聞いてなかった？嘘だし、話も聞いてない。聞いてるわ。じゃあ先にトウヤ君のシンパの色について教えてあげる。